続きまして、CMOS アニーリングマシーンの開発状況と今後の見通しと題しまして、株式会社日立製作所研究開発グループエレクトロニクスイノベーションセンター主任研究員、山岡正直様からご講演をいただきます。はい。 ごご紹介ありがととうございまますす作所の山岡と申します、はい、本日はシンボサーリングマシンの開発状況と今後の見通しということで、まあ、先ほどからもご紹介ありましたけれども、まあ、我々 NEDA のプロジェクトでシンサーリングマシン開発していますので、まあ、それに関してあの最初ご紹介させていただいて最後今後の見通しということで、まあ、我々実用化に向けてどういったことをしているかというのをご紹介させていただこうというふうに思います。 でこれがですねあの2016年から我々を始めている、まあ、組み合わせ最適化処理に向けた革新的アニリングマシンの研究開発という例、まあのプロジェクトの,あの体制になりますでこれはですねあのハードアニーニングマシンのハードウェアをですね CMO サーニングマシンを我々人たちがやっておりましてで超電動量子アニリングマシンに向けてですね三素権利権そしてですね、まあ、横浜国立大学の方が入っていただいてこういったところをやっていますまたですねハードウェアを作るだけではなくてですねそ,のそれぞれのハードウェアをですねどう使っていくかというそういう共通基盤技術というところをですね 国立情報学研究所および早稲田大学に入ってこ、まあ、このところを作っていくといったことをあのやっております。でこのプロジェクトのですねあの最も大きなあの目的としてはですねあのやっぱりハードウェアを大きくしていくっていうところが必要だというふうに思ってましてこれは先ほどの河津さんからのお話にもありましたけれどもやっぱり今後どんどん大きくしていくということが必要になるというふうに思ってまして今あの下サーニングマシンおよびですね両サーニングマシンの大規模化というのをあの進めております。 で今日はです、ね、特にそのシーモサリングマシンどうやって大規模化していくかというのを簡単にご紹介させていただくとですねシー、まあ、モサリングマシンあのデジタル信号で動いてますので、まあ、チップの外にあの信号が出せるといったところが一つ大きな特徴になってましてなのでその複数のチップをつないで動作させるということができますでさらにですねシー、まあ、モサリングマシン部分結合という構造をとっていますのでこう並べればいくらでも大きくできるということで、まあ、その同じチップをこう並べていって大きくするということができるというふうに考えております でこれがですね、昨年度あの作ったものの成果でして先ほどあの会場の外でもあの展示していたんですけども2つのチップをですね、1つの,あの名刺サイズの規模の,のボードに乗せてやってですね、それでまああの合わせてですね、6 0ロビットの,あのアニングマシンとして動作させるというものを作っていますでこれ非常に小さくてですね、エッジデバイスとして動くというのもあるんですけどもさらにですね、これ USB の,のケーブルのみで給電ができていまして非常に低消費電力で動いていてですね、あのエッジデバイスとして使えるものというふうにあの。ます 我々思っております。 であともう一つ、ね、まあそのネドのプロジェクトの成果としてはですね、やっぱりあのユーザー層をどんどん拡大していかないといけないということでクラウド環境の公開ということをあのやっておりますで。こちらにあるですね、URL にアクセスしていただくとですね、あのどなたからでもこれアクセスできてですね、いろいろチュートリアルとかデモがあったりとかですね、あともう一つはですね、あのこれイジングモデルという話が今日ずっとあったと思うんですけども、イジングモデルってどう動いているかよくわからないというようなことをよく言われるんですけどあのイジングエディターというのがありましてでこれはまああのフィックスターズさんに作っていただいた ですけどイジングモデルがどう動いているかというのをです、ね、あのお見せするようなページもあってです、ね、非常に取り,取り組みやすいものになっておりますのでぜひアクセスしていただいたらという,ふうに思います。 でこういったところからです、ねまあ、今後の展望ということで、まあ、今日もありましたけれどもやっぱりハードウェアを作るだけじゃなくてです、ね、そのようのソフトウェアとかです、ね、アプリケーションというところもあの今後の実用化というところに向けて作っていかないといけないというふうふに思っていますでアプリケーションに関してはです、ね、やっぱり我々だけではなくてです、ね、ユーザーの方とです、ね、うまく競争してあの実証実験みたいなことをやっていかないといけないというふうふに考えていますでまたソフトウェアに関してはです、ねまあ、オープンにあの開発を進めていく必要があるというふうふに考えています。 でそのユーザーとの競争に向けてということで、まあこれは日立ちだあのあのオリジナルの取り組みなんですけれども、100キロビットで動作するですねマシンというのを実際に作っておりまして、でこれをですねクラウドでまああのアクセスできる環境を作っておりまして、でそれをパートナーの方に使っていただきながらですねあのアプリケーションを探すといったことをやっています。で実際にやっているあの例としてはですねあのシモサニングを使ってですね容易配置の最適化というのをやって。 やろうといったことをしていますでこれはですねオペレーターをですねどういうふうにこうどの時間に誰を配置してい,いけばいいかというのをですねまあいろんな条件を入れてやって作っていくということをやっています。でこれイジングモデルの二次項を入れることによってですねいろいろなあの条件が入れられてですね例えば、まあ、遅番の翌日には早番を入れないとかですねそういったような設定があのできるようなことが分かってきておりまして実際にですねこれをですね CMO3D リーニングで実行するとですねちょっとこれまあ小さくて見えないと思うんですけれども実際にこういったあの30人ぐらいの,あのオペレーターのですねシフト をまあ作るといったことがあのできております。でこういったことをすることによってですね、マシあのアニングマシンのですね実用化といったところをあの進めていきたいというふうに考えております。以上になります。山岡様どうもありがとうございました。